ジャストミート。左に切れます。ノーボールツーストライクです。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。絶好の追加点のチャンス。三振でツーアウト。満塁は変わりません。初球変化球がいいところに決まりました。外の球打った。高いバウンド。一塁アウト。これでスリーアウト。しかしこの回西武ライオンズついに均衡を破りました。4回終わって1対0、ライオンズ先制です。里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか？まあボールがいいコースに来てますから、このイニングをしっかり抑えれればそのまま完投もあるかもしれませんね。はい、先発ピッチャー最後まで投げ切ってほしい。2球目打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあ、そして打席には坂倉が入ります。まあライオンズバッテリーとしては十分に警戒したいバッターですよね。さあ一打同点という場面です。まあリードを守っておけば終盤が戦いやすくなるんでね、ちゃんと抑えておきたいですよね。なるほど、そうですね。ここはバッターが甘い球を待ってますから。変化球打った。セカンドの左、一塁へ。一塁アウト。ワンアウトランナー三塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには佐藤入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここをもう一踏ん張りしてリードを守ってこの回終わりたいですよね。なるほど、そうですよね。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあ、どういうリードをしてくるのか。ライト前へ抜けていく。サードランナーがホームに帰ってきました。カープ同点。1対1。試合を振り出しに戻されてしまいました。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあ中途半端な形になってしまいましたよね。ここで追いつかれました。同点です。バッターボックスは8番菊池。ライオンズ先制点を奪いましたが、あっという間に同点にされています。里崎さん、このマウンドは慎重に行きたいところです。まあ当然そうですよね。まあしっかり低めに集めていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。これが3球目。打ちました。これはどう。破りました。センター前。ライオンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあ、ライオンズ勝ち越しのランナーを背負った場面です。今ちょっと嫌な流れになってますから、間を取って切り替えたいですよ。バットヒッティング、抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。センター前ヒット。これで3連打。ここは初球を狙われた形になりました。
打順はトップに帰って秋山。ライオンズこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しという局面。ちょっと打ち込まれてますね。間を取って落ち着きたいところですね。はい、バッテリーもそのあたり意識しているでしょうか。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。おっとどうだ、これはスタンドへ、ファウルボール。次はストライクからボールになる、縦スラで三振取りに行ってもいいと思いますね。ああなるほど。インコース見送っています。これが4球目。これはファウルです。ここは厳しめのストレートで勝負して三振取りたいですよね。うちのボール打った。さあいいところに飛んでいる。さあ勝ち越しのランナーがスタートする。サードランナーホームイン。秋山きっちりと犠牲フライを決めました。ライオンズさらに二塁一塁のピンチが続きます。今のシーンです。この犠牲フライで勝ち越されてしまいました。まあキャッチャーがもう少しうまくリードしてあげるべきでしたよね。ここで勝ち越されました。犠牲フライでランナーが帰っています。さあそして打席にはうぐさが入ります。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続いています。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですね。ストレート打った、セカンド取った、一塁アウトで3アウト。しかしこの回カープ貴重な得点でリードしました。2対1、カープが逆転しました。赤星さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略してほしいと言いますか、各バッターもう少し狙い球を絞るなり工夫してもらいたいですよね。はい、そのあたりバッターの対策が重要になってきそうです。打ちました、取りました、一塁送球します、アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター長谷川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはライオンズが今井、そしてカープが床田、この2人の投げ合いとなっています。バッターボックスは2番、山野辺、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトランナーありません。この回のライオンズ打線ですが4球で2アウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、そうですよね。低めの変化球は決まりません。さあ3球目は何か、打ちました、取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって2対1、1点リードはカープです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。4回の裏、先制のランナーを置いて6番バッター源田、ライトへのタイムリーヒット、ライオンズ先制します。しかしカープ負けていません。追いつかれるピンチを迎えて7番バッター佐藤、ライトへのタイムリーヒット、ライオンズここで追いつかれました。さらに続きます、一打勝ち越しのピンチ、1番秋山、ここで犠牲フライ、ライオンズここで勝ち越されます。
これから6回カープは代打を送ります。堂林が打席に入ります。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。最初は変化球できました。ボールになります。さあ2球目は何か。打ちました。ショートが取る。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の松山。今井、まずは先頭バッターを打ち取っています。松山、背番号55。打ちました。ピッチャーが取る。ツーアウトになりました。バッターボックス末永。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インローボー打ちました。この打球はフライになっています。栗山が抑えてスリーアウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。2対1、1点リードはカープです。配球表ご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、ライオンズ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは栗山。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。ええ、バットは触れてると思うんで期待したいですよね。ええ、期待しましょう。ライオンズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。2球目打ちました。ここは打ち上げています。菊池が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには指名打者の中村。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。次が2球目。変化球タイミング合いません。変化球高めいっぱい、ストライクです。ワンボールツーストライクです。低めの変化球は外れました。次が5球目。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは5番陽川。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。打ちました。床田、一塁アウト、スリーアウトです。カープファンの
反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終わって2対1、1点リードはカープです。里崎さん、ピッチャーは7回も続投ということになりました。そうですね、ここからは我慢の投球必要ですよね。まあ、あとは援護待ちですね。そうですね、なんとしてもこのピッチャーの打ちました、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは7番佐藤。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。インコース決まってストライク。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。切れていきます、ファウル。今のファウルはストレートに振り遅れてる感じでしたね。インコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。取ってツーアウトです。8番バッター菊池、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。打ちました、これはどうだ。ボールを拾って一塁アウトで3アウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。2対1、カープが1点をリードしています。さあ、そしてここ